新約聖書研究第十章三条の水訓八つの幸せ。ガリラヤ湖のほとりにあるカファルナウムはなだらかな丘が次第に西に向かって高くなっているのです。その丘をイエスがゆったりとした足取りで登ってきた。弟子たちがその後に従い、弟子たちの後からイエスの話を聞こうとする群衆が列をなしてついてきているのです。神の愛を伝え、人々の病を癒すイエスのことはイスラエルの国中に伝わっていて、今はガリラヤだけではなく、エルサレムやヨルダン川を隔てた東の国からも人々が押し寄せるようになってきたのです。イエスは湖から爽やかな風が渡ってくる見晴らしのいい場所に足を止め、皆が見えるように盛り上がった岩の上に腰を下ろした。弟子たちがイエスのそばを囲み、群衆が周囲の草原に座り込んだ。イエスのまとった白い麻の着物は日の光を浴びて輝いて見えた。イエスは弟子たちと取り巻いている群衆を見渡し、静かに口を開いた。今日は皆に人間の八つの幸せについて話しましょう。心貧しい人々は幸いである。天国はその人たちのものである。イエスは最初の言葉を朗々と歌うように、心貧しい人々が幸い？それは一体どういうことなのだ。ヤコブがいびかしそうにつぶやい、弟子たちはまだ現世で苦しんでいる者、恵まれない人々が天国において救われ幸せになると説くイエスの教えを完全には理解していなかったのです。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。この言葉もまた、聴衆の意表をつくものであった。どうして悲しみが幸いなのだ。我々はもう十分すぎるくらい悲しんでいるのに。聴衆の前列にいた老人が目をしばたいてつぶやいた。柔和な人々は幸いである。その人々はこの地を受け継ぐ。現実にイスラエルの国土を支配しているイスラエルの王、支配者階級の者たちが柔和な人々であるとはとても思えない。律法の教えを説く司祭、律法学者たちでさえ到底柔和な者たちだとは言えない。聴衆はその余歩に感じていたのです。イエスの説く一句ごとに聴衆はその言葉の評価をめぐってざわめいていた。イエスはそれには構わず、残る五つの言葉を唱えていったのです。義に飢え、乾く者は幸いである。その人たちは満たされる。哀れみ深い者は幸いである。
その人たちは憐れみを受ける。心の清い者は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する者は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。イエスのこの日の話は後に誕生の水訓として人々に記憶されたのです。イエスがガリラヤの丘で弟子たちと聴衆に説いた誕生の水訓はイエスの教えの中核をなすもので、今までユダヤ教の立法に縛られているイスラエルの民に、現実の世で苦しんでいる者、心貧しい者こそ神は愛をもって救い、天国において幸せを得られるのだと言っているのです。これこそユダヤ教立法の世界からイエスのキリスト教世界の独立宣言だと言えるのかもしれないと思っています。ユダヤ教はユダヤ民族の守り神である唯一絶対の神による実戒戒律による立法により、精神生活から日常生活の隅々まで規定されている世界であります。この誕生の水訓においてイエスは心貧しい者、苦しんでいる者にこそ神は愛をもって救い、天国において幸せになると約束しているのです。これが神の新たなる約束、新約の本質だと思います。このイエスのすべての人々を対象とする普遍的な思想により、ユダヤ教という一民族の宗教から苦しむ者、心貧しい者すべてを救済する普遍的な世界宗教へと脱皮したのであります。ちなみにカトリックという言葉は普遍的を意味する言葉であります。では心貧しい者とはどのような者のことなのだろう。心とは何だろう。心とは何か、貧しいとは何か、幸いとは何かを改めて考えてみよう。心が貧しいものとは、金銭的な意味での貧しさではなく、精神的に感情さがないという意味での心の狭い人のことでもなく、精神的、感情的、宗教的な意味で心が満たされていない人、霊的に飢えている人であると理解すべきでありましょう。そのような意味で心が満たされていない人は、イエスの語る神の慰めと励ましを受け入れやすいので、幸せであると言っているのだと思います。逆に物質的に豊かに恵まれている人は、霊的な必要性に気づきにくいので、イエスはある時そのようなもの、霊的必要を自覚していない人が神の道に入るのは、ラクダが針の穴を通るくらい難しいのだと言われたのです。イエスは言っている。力尽くして
狭き門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道は細いことか。それを見出す者は少ない。この言葉は私の座右の銘でもあります。私は自然科学の研究者であるが、研究人生において新たなる知見、発見に至る道はなんと狭く、その道は細いことかと思っています。ためらうことなく、怠ることなく、ひたすら心を尽くし、頭脳を尽くし、精進を続ける者だけに自然はその姿を見出すことを許すのだと思っています。この自然はという言葉を神はという言葉で置き換えるとイエスの言葉になります。逆にイエスの言葉神はを自然はという言葉に置き換えることにより、科学者信仰者の系譜に連なるものとしての私の新約聖書研究があるのだと思っているのです。宇宙と人間とを見つめて I and you